お洋服に合わそうとどれを、ごめんなさい、なんかめちゃぐちゃぐちゃで、なんかアクセサリーみたいですみたいな感じで言ってくれてる方もいたので、アクセサリーコレクションコレクションでちゃんと片付けてから紹介してって感じなんですけどね。なんか今日はワンピースっていうか、なんだこういうの、ごめんなさい、一発でちょっとしっくりきちゃうやつを当てちゃったから見てもらおうかなと、紹介しようかなと。でもね、紹介できない、なんか参考にならないやつもあるんですよ。結構昔のとかもつけてたりするんで、もうこれでいいかも、完璧かも。すごい細、ライン細くて、フープじゃないんですけど、ちょっとね縦長の涙みたいな形、雫の形みたいになってるんですけど、なんかどんな感じでも合わせやすくて、これ多分昔にねスリコで買ったやつなんですよね。なんかネックレスとかもしちゃっても、これはこれとセットだったんですよ。これね何通りも付け方あって、なんか可愛いですよ。お休みあんまりねこんなことしないんですけどね、基本はなんかお仕事とかはやっぱりアクセサリーのお仕事してるから、ちょっとでやっぱ付けないとダメだから付けるんですけど、なんか普段こんなにねじゃらじゃら付けることはあまりないですかね。シルバーでは、私が喋ってるのが多いかなと思うんですけど、おしゃべり付き合ってください前にねカバンの中身も見てみたいですってくれてる方もおられたので、ちょっとそのアクセサリーと一緒に撮ろうと思ったんですけど、あまりにも時間がなかったのでちょっと別日に回しております。普段お仕事に持ってってるトートバッグなんですけど、こちらが前の冬の動画とかかなに、春かなに公開し、撮ってたフライングタイガーさんのねものなんですけど、基本トートバッグは好きすぎるんですよねで好きすぎるから結構ね無駄に買ってしまうことも多いんですけど、すっごいなんかメガネが反射しててすいません、見づらいかもしれない結構はないで全然かけやすいぐらいの、でもこれはさすがに今日もちょっとボーダーになっちゃうんで買えなくていいんですけど、ね、一番の中にはいつもグミが何か常備しておるのでこれグミタイム、めっちゃ美味しい。なんか見た目が絶対好きなタイプじゃないだろうなと思って避けてたんですけど、めちゃくちゃ美味しくてびっくりチョコ、もともとチョコはすごい好きなんですけど、なんか最近グミもな結構カバンに常備しておかないと無理になってきちゃって、ですいません、なんか本題に入りますねで、まあお仕事のカバンは普段めちゃくちゃ重いです。もういっぱい入ってるんで、これが1個あると安心バッグみたいになってるんで、で最初はお財布はステラのものです。なんかこれ前になんかカード何枚入りますかみたいな感じで誰か
コメント理由かなくれてたんですけど、その時にちょっとその方には言ったんですけど、免許証保険証、あでも4枚ずつぐらいは入るかな。このお財布使いやすくて結構ずっともう使ってるかな。でちょっとポーチ類も何個かあります。このね、この中の一つはお手製なんですよ、母の。よかったらどなたかなんか販売したいみたいに言ってたんでいらないですか裏地もちゃんとつけてすごいんですよ。でこれは前に紹介してたシーンの購入品でも撮ってたやつなんですけど、ここに入れてるのはティッシュと絆創膏と、なんかさっとくくるヘアゴムとか薬とかで、このポーチはもうリップ、汚な、と目薬とブレスケア、ブレスケアファンデーション、あとは夏になると私こういう汗拭きシートみたいな、こういうのもボディーシートらしいです、マンダムの。この匂いすっごいめちゃくちゃいいんですよ。なんかこれ、まあ消えるのはね、速攻性が早いんですけど、速乾性、いつも仕事の時にこれ休憩中に、休憩終わりにさーって塗って出ていくんで、休憩終わりに。でなんか一人のねスタッフの子が、えめっちゃいい匂いですみたいな感じで言ってくれて、あこれの匂いだと思って、アイシーブーケの香りらしいですこれも何かに入れたいんですけどね、なんかちょっといいもん、いいポーチが見つかっておらず、ちょっとこのままになってるんですけど、これも衛生的にはありそう。日焼け止めもね、どっかに入れておき、ちょっとこのミッフィーのポーチとかちょっといろいろ変えますね後で。あとはノート、ポロポロのノートあとはもう鍵と日傘、もうこれ必須アイテムすぎる、これがなかったら死ぬ。これは持っていっちゃおうかなって思います。シルバーって本当めっちゃ抜け感出ますよ、シルバーって。で以上になります。もう10分も喋っちゃってる。はい、ということで